Alright guys, welcome to Jigokuraku or Hell's Paradise episode 3 reaction. I have just watched Oshinoko and I'm completely destroyed emotionally. So I hope this one will lighten up my mood. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's go. Let's skip the mappa intro. Who is that? What? And he's still alive. Yaiba ga tsuranuki, zoufu ga kobore ochitemo tachidokoro ni naoru. Iwagakure no osa wa masani fushisha datta. Oh, there's a chief. Kono taidiku de eta kusuri no okage rashii. Wait, what? Kusuri no okage rashii. Is it this island? I forget how was it called. Sono kao honki de jitsuzai suru to wa omotte nakatta mitai da na. Sore ja aru yo. Furou fushi no senyoku. Mhm. Tokijiku no kagu no mi wa. Tokijiku no ここにあるかわからんが。Never mind. これは。なんと幻想的な。不気味な景色の間違いだろう。どの植物も種類や生息地はめちゃくちゃ不自然極まりない。それに。何があるかわからん。警戒して。手縄は外さない規則です。罪人を見張る私の役目。あなたが規則を破るならば、見過ごせない。手縄をつけなさい。水食料は3日分だけ。手がかりも写し1枚。まともに見つける気ないだろう、お上の連中は。手縄をつけなさい。勘違いしない。She really means it.私は処刑執行人であり、協力者ではない。What are they supposed to do? Tied up? What? わかったわかった。お好きにどうぞ。とにかくわしは妻に会いたいだけだ。そのための条件なら飲むが、あまり無茶は言わんでくれ。が、一人目、打ち取ったり。あ？愚か者め。Who's that? かような状況で気を抜くなど、死して当然。びっくりした。まあ、首の骨は。Only dislocated neck. That's nothing. 知財人の一人、いがみの慶運です。僧兵修行中に、武具そのものに見入られてしまった荒法師。武芸者から奪い集めた武具は100を超えるとか。あいつ手縄してないじゃん。え？あ、手縄はどうしたんですか、秘書殿。相変わらず硬いな、サギリは。縄くらい帰りに縛り直せばいいだろう。そんなことでクズどもと揉めてられるか、バカバカしい。ほらほら、そんなバカ正直さだから未だに大も下なんだよ。 Yeah, just let it slide. 俺ら浅いもんは順位付けされてんのさ。ちなみにサギリは今はそういった話をしている。 The lowest rank。 武具は血を吸って初めて輝くもの。その美しさ。 I mean, you're not supposed to fight each other。 変態かよ。通がこんなとこで戦ってたら他の奴らに先越されるぞ。 Yeah。 力はまずは他の罪人を皆殺し、その後ゆっくり戦略を探すが得策。手始めに貴様だ、ガラモン。妻が悲しむくらい嫌なんだけど。仕方ない、殺すか。殺すか。やってみろ。手縄。嘘でしょ。よし。
と思う。娘と。こつご。そんなに付き合えるか。あの巨体を棒一本を力点に投げた。おお。なあ、レロスコート。やっぱりやりづらいよ。手縄だと。Of course, it's not that. Yeah, that would be way too easy. やはり蒸気をしている。さあ、ここからだ。ガランの。No way. Oh. 俺は帰るから。I thought that. 言っただろう。俺たち敵でも味方でもない。I thought he would go for Gabimaru. 首を持って帰るだけだよ。60人が行方知れずの島です。どうかキロもお気をつけて。人の心配してる場合かよ。むしろ俺は早く抜けれてラッキーだ。手縄してるだけで安心してるなら、とんだ平和ボケ。お前の隣にいるのは犯罪者だぞ。小舟で上陸してまだ数刻。それでも俺は見た。結託をもくろむ者、それを装う者、お役目もルールも眼中にない。Yeah, of course. それぞれのやり方で生き残ろうとする。手段なんか選ばんさ。いっそ、俺が今切ってやろうか。やめてくれよ、無駄な戯れは。ただでさえ時間がないんだ。わしはただ妻のもとに帰りたいんだけど、それ以外はどうでもいい。予言してやるよ。もう数刻で状況は一変する。Really? 空腹か、ロクロータ。数刻で誰も予測できない事態になる。資材人は半分以上死に、その数刻後にはもう半分。ほほ。一日もかからず一人になるだろう。He's not a saint. 幕府が新たな岩隠れ衆と接触したのは間違いない。浅右衛門だって一枚岩じゃねえぞ、サギリ。このお役目で次期当主が決まるって噂だ。本当かどうかは知らんが、そうなら野心を持つ奴も出てくるだろう。確かに数日行動を共にしても、未だにこの男の本性がつかみきれない。でも、He just wants to get back to his wife. どちらへ？何のつもりですか？せめて苦しませずに殺そうと思ったのだが、やはりこの男の本性は。Why did he attack her?子供ができた途端に里から出たいなどと、上人でもこのざまとは情けない。このガキはわしが育てよう。よい、よく見ておけ、ガビマル。これが弱さだ。強くなければ何も守れん。大切なものすべて。Okay, okay. Why is he fighting her? 私を殺せば規則違反になりますよ。お仲間が言ってたろ。優先順位だよ。もし岩隠れ衆が島に上陸すれば、すべてが水泡に帰す。そうなる前に戦略を見つければ。やはりこの男は危険。考えも倫理観も極端で異常だ。即刻処刑すべき。なのにためらう自分がいる。どうしても、どうしても。まただ。今ので仕留められたはずなのに。
He's hesitating. 殺しなんかしたくないって当然のことだと思いますけど。バカな。わしはガランドだぞ。今更そんな感情など。キスしたくらいで赤くなる人が何言ってんの。情があるなら従えばいいんです。もうかつてのあなたとは違うのだから。確かにわしは妻と出会い、情を知った。だが憎しみも知った。そいつは標的ではないぞ。こいつが妻もろとも復讐するって言うから。まただ。これは弱さだ。相手は凶暴な資材人、その上命まで狙われているのに。まったく厄介だ、心ってやつは。強くなければ何も守れん。おお。Now he's for real. 無駄な抵抗はやめておけ。お主の技量ならわかるだろう。それじゃわしには勝てん。他の罪人ならともかく、お主を殺すのは心苦しいんだ。心苦しい、そんな感情が残っているのですか。情などない。おお。私はガランのガビマルだ。悪ほど人を殺してきた。今さら。 Oh my god, I love that。 何も感じない。そう育てられた。What is that? 強くなければ何も守れん。おなぜだ。どうしてためらう。何も感じないはずだろう。あの時もあの時もこの男はずっと今と同じ顔を。Yeah, he was guilty. Oh. 生まれ育った環境が誤解させるだけで、何も感じぬガランドーではない。情を持った人間だった。わしはここまで弱くなったのか。このままじゃ生き残れん。こんなに弱くては妻に会えん。それは弱さじゃない。強さの種よ。何も感じないなんて、ただ目をそらしているのと一緒。自分の状態を見れないことは強さだと思う。それだけは言わせてもらいます。あなたのおかげで自分の情に向き合えたから。こんな状況で言うことか。あなたこそ手が止まってますよ。あなたが自身の罪を悔い、情と向き合い、人生を取り戻したいともがいているなら、私はそれを見届けたい。どうか私に見せてください。あなたのような人間が人生を取り戻せるかどうか。 Yeah, I mean, I want to see that too. 己の子。私たちの立場は変わりませんが、あなたはもうもうかつてのかつてのあなたとは違うのだから。なんだこりゃ。人工物のように見えますが。おお。ダーム。何やってんだあんた。He slashed his head and。どうして。人の顔した蝶だ。こんなもんがこの世にいるか。ダーム。見とれてる場合じゃねえ。Okay, that's gross. 面白くなってきやがった。
What is that? Fish? And of course it ends. Yeah. Okay guys, thank you for watching my reaction. If you liked it, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, see you guys next time. Matane.